左中間への当たりですが抜けていった。三塁ランナーそれを見て今宮ゆっくりホームに帰ってくる。そして一塁ランナーの山川は三塁へ打ったバッターの近藤は二塁へ。近藤のタイムリーヒットが出ました。タイムリーツーベース1対0とリードを4点に広げましたホークスです。